4月10日バサジン大分練習場フルゴーフットサルコート。この日はバサジン大分フットサルスクールの様子を取材しました。今回取材したのは8歳以下のスクール。コーチは村山選手、松山選手でした。ウォーミングアップ、ストレッチ、ボール慣れ、ミニゲームと、みんなすごく楽しそうにフットサルをしていました。さて、今回のバンバンバサジーテレビではそんなバサジー大分フットサルスクールについてご紹介します。まずはカテゴリー紹介。現在ご覧の6つのカテゴリーに分かれており、各年代に必要なトレーニングメニューを指導しています。6歳以下は保育園児、幼稚園児、8歳以下小学 1,2 年生、10歳以下小学 3,4 年生、12歳以下は小学 5,6 年生です。そして今年から新たに10歳以下の強化クラス、12歳以下の強化クラスを開設。多様なスキルと高度なフィジカルを身につけるトレーニングを行います。スケジュールはご覧の通りです。入会費、年会費、月会費が必要となります。ところで誰が教えてくれるの？なんとこのフットサルスクールではバサジー大分の監督監修のもと、バサジー大分で活躍している選手、コーチが指導してくれます。まずは一度体験入学をお勧めします。体験希望日の前日までに申し込みが必要となりますので、詳しくはご覧の電話番号までお問い合わせください。メールからもお申し込みできますよ。さらにもう一つ、中学生以上の方に個人参加型クリニックを新たに開設。毎週火曜日午後7時30分から9時までの90分間、こちらも監督監修のもと、バサジー大分の選手、コーチが指導します。男女問わずお待ちしております。スクール、クリニックの会場はバサジー大分練習場フルゴーフットサルコート、または木和谷体育館です。ホームページでもご覧になれますので、そちらをご確認ください。 F リーグで活躍している選手にフットサルを学ぼう。皆様からのお問い合わせお待ちしています。